動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人が今あなた様に抱いている黒い感情とはというテーマで、お相手の方がですね、抱いている黒い感情、まあ、これはですね、まあ、恨みとか、辛みとか憎しみとかではなくてですね、まあ、悲しみであったり、不安であったり、憂鬱であったりね、寂しさなどですね、まあ、そういった感情なわけですが、まあ、どんなね、黒い感情を抱いていらっしゃるのかっていうのをですね、リーディングを通じて見ていきます。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね、皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から ABC とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのパッションというカードで、情熱というカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、インスピレーションというカードです。まあ、そのままですね、インスピレーションというカードです。はい、最後 C のカードです。 C はこちらのですね、アンサーズというカードで、答えというカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのパッションというカードですね、もしくは A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が今あの様に抱いている黒い感情とはというテーマで、お相手の方はあの様にですね、どんな、黒い感情を抱いていらっしゃるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方のあの様に対する今の態度ですね、態度や行動がどういったものなのかということと、お相手の方が今あの様に対して抱いている黒い感情ですね、不安や寂しさであって憂鬱ですね、どういった黒い感情を抱いているのかということと、今あなた様にどうしたいと思っていらっしゃるのかっていうのを見ていきながら、今後お二人の関係には何か起こるのかっていうのも見ていきます。はい、ではですね、まずはじめにですが、お相手の方があなた様に対して今ですね、取っている態度や行動が何なのか、そしてあなた様に対して抱いていらっしゃる黒い感情、そしてあなた様に今どうしたいと思っていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。はい、
ではですね、見ていきましょう。上のカードから、こちらがですね、お相手の方が今あの様に対して取っている態度や行動を表すカード、お相手の方があの様に対して抱いている黒い感情ですね、それはどういったものなのか、そしてですね、お相手の方は今あの様にどうしたいと思っていらっしゃるのかっていうカードがこちらです。では見ていきましょう。はい、ではですね、見ていくんですが、うん、そうですね、はい、まあ黒い感情とまでは言えないかもしれないんですが、ですね、お相手の方が感じていらっしゃる感情というのは、なんかね、情けなさですね、自分に対する情けなさであったり、まあ悔しさっていうのも近いかもしれないですね。なんかこう、あなた様はせっかくこういうことをしてくれてるのに、なんで自分は例えば同じようなことであったりそれ以上のことが自分はなんでできないんだ、そこにね、なんかこう申し訳なさとか惨めさとか悔しさとかを感じていらっしゃる。だからこそね、今したいこともその自分を乗り越えてなんか起こす行動みたいなのが出ているので、ちょっとねこのあたり見ていきたいと思います。はい。ではまず上のカードから見ていきましょう。お相手の方が今あなた様に対して取っている態度や行動は何かっていうと、めちゃくちゃなんでしょうかね、こう。その日その日によって結構違ったりしてるんじゃないかなっていうのが出ていて、ウィンドっていうのが出たんですね。これ風っていうカードになります。風、あの追い風とか逆風とかの風の方ですね。で、風というのは今お伝えしたように、まあ今日はこういう風向きなのに対し明日はまた違う風向きになるみたいな感じで、まあコロコロこう変わるっていうことで変化を表すカードになります。ですからお相手の方のあなた様に対する態度っていうのは本当にこう風のように変わりやすい。今日はすごくね穏やかな風、なんかすごい優しかったなと思ったら、次の日になったらもうすごいねビュンビュン吹くこう逆風みたいな感じで、なんか当たり強くなるみたいな感じで、なんかね、だいたいなんとなくこう風向きをね、風の流れみたいなのをあの様も読めるようにはなってきたかもしれないけれども、なんかもうちょっとしたことでこう風の向きが変わりやすいかのごとく、態度とか機嫌とかも結構変わりやすかったりするのかなと、思います。だからまあなんかそれがねずーっとなんか扇風機みたいな感じで同じね、風をこう吹かせてくれてたらいいんだけれども、本当にコロ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 変わるみたいなところがまずあるんじゃないかっていうのと、あとはですねここなんですが、ソードのページっていうカードですね。これ逆位置になっています。で、このカードが逆位置になった時の意味としてはですね、準備不足っていうことであったり、軽率な行動とかですね、あとは事後報告とかですねを表すカードでもあったりするので、なんかね、いつも準備できてない、いろんなことに対してね、例えばあなた様とお相手の方がなんかこう一緒にね計画していたことで、あなた様も自分の分を着実に進めていた中で、お相手の方はどうかってなると全然準備してないとかね、準備していないのに何かをしようとするっていう軽率な行動とかも見受けられるんじゃないかなと思います。だからなんか本気で思ってるとかね、なんか真剣な思いあるのかなとかね、ちょっとこうまあなんていうかな、なんか、手抜き感というか、で事後報告ですね、なんかこう事前に知らせてほしいことがあったにもかかわらずいつもなんかこう事後報告してくるとかね、いやもうそれ最初に言ってよとかね、なんかがあったんだともう事前に言ってよって思いたくなるような、なんかちょっとこう、なんでしょうかね、こう、危機意識がないというか、ちょっとこう準備をなんかすごく怠るみたいなところがあったりするのかなと
思います。それこそ、まあ、あなた様とのことに関することでね、うん、まあ、例えばデートとか旅行とか、まあ、何でしょうかね、あとは暮らしに関することとか、ね、日頃の生活に関することとか、お金に関することとか、結構ちょっとね、なんていうかこう、ルーズなところがあるのかなというふうに思います。で、ここですが、うん、見ていくと、ペンタクルの8っていうカードが正位置です。このカードに関しては、なんかこう内職みたいなことをしながらコツコツとね、こうお金のようなものを積み上げていっているっていうことで、このカードの意味としては、まあ真面目な取り組みとか地道な努力っていうことで、地道にコツコツとね、真面目に努力を積み重ねていって、なんかこう、まあお金とか、評価とか、信頼とか、成績とか、成果とかを上げていっていると。うん。だから、表上はすごい真面目に頑張っているのに、あなた様に対してなんかちょっと違うみたいなね。だから、例えば、まあ、なんだろうかな。まあ、学校とか、会社とかでは、こう、真面目にコツコツと頑張る人っていう印象なんだけれども、まあ、それが表の顔だとすると、あなた様に見せている裏の顔みたいなのは、この真面目さとはもう、なんか全然違うみたいな。うん、こっちは真面目にやってるから、なんかこう周りの人からの印象もいいのかもしれないですが、あなた様に対してはこうね、コロコロその場その場でこう態度が変わるみたいな、なんかね、表の顔と裏の顔の差が激しいのかなっていうのがまず出ているんですね。うん。で、そんな中、あなた様に対して抱いている黒い感情が何かっていうと、まあ先ほども言いましたけど、まあ、なんていうかな、まあ、情けなさというか、惨めさみたいなところがあって、まずここですね、見ていくと、ソードの3っていうカード、これ逆位置になっています。で、このカードっていうのが、もともと正位置の時には、ですね、実行に移すということで、何か行動を起こすとか、決断を下すとか、勇気を持って一歩踏み出すっていう意味のカードになります。うん。で、これが逆位置になると、なかなかこう、行動が起こせないとか、決断ができない。まあ、優柔不断っていうことですね。うん。であったり、勇気を持ってね、一歩踏み出せないっていうことを表すカード。まあ、ためらいっていうことも表すカードになります。うん。じゃあ何に対して行動を起こせていないことを申し訳ない、ね、情けない、うん、みっともないっていうふうに思っているかっていうと、ここですね。ギビング&レシービングっていうのが出ました。ギビングっていうのは与えるっていうことです。レシーブングとは受け取るっていうことなので、うん、あなた様に何かこう与えて受け取るっていうことですね。うん。まあ、もしかしたらあなた様から与えられたものは受け取っているけれども、自分からあなた様に、まあ同じもの、もしくはそれ以上のものを与えるっていうことができていない。うん。例えばあなた様はすごくね、自分だけじゃなくて、お相手の方のことも思った、なんかこう行動とかね、接し方とか、ね、配慮とかもしているのかもしれないですけども、自分はそこまでこうできていない。っていうところに、うん、なんていうかな、まあ、うん、申し訳ない気持ちというか、うん、だから、なんでしょうかね、あなた様にはね、裏の顔を見せているっていうことで、まあ、心を開いているっていうことはもちろんあると思うんだけれども、多分ね、裏の顔が、まあ、本来のお相手の方の正体だと思うんですね。うん。で、表、上の顔、先ほどの真面目なキャラみたいなところあったと思うんだけれども、それがね、やっぱちょっとね、背伸びしているんだと思うんですね。うん。背伸びして作り上げられている表のキャラクターだから、うん。ちょっと本当にこう、結構きついんだと思うんですね。うん。本当はなんかこう、真面目にやってるから何でもできる人みたいな感じに思われてるかもしれないけど、結構ね、それは作り上げられたイメージなだけで、結構できないこととか不器用なこととかもある人だと思うんですけども、それがまあ結構あなた様との関係では露呈していて、あ、自分ってこんなこともできないんだとかね、うん、こういうふうにね、与えてもらったことを自分は返せないんだっていう、なんかそこのね、なんか情けなさみたいなところを感じていらっしゃるんですね。で、こちらのカードなんですが、ソードのナイトっていうカードはこれ正位置なんですけれども、うん、このカードもですね、なんかすごい勢いでこうね、前進しているということから、勢いよく前進するとか、スピード感あふれる展開っていうことを表すカードでもあるんですが、何かがあった時にすごくこうね、こうすぐに駆けつけてきてくれているっていうね、様子から、英雄的な行動っていうのが出ているんですね。まあ、いわばヒーローみたいな行動ですね。うん。だから、あなた様はお相手の方にとってヒーロー的な行動っていうのはできているのかもしれません。例えばお相手の方が困っていたら駆けつけるとかね。うん。なんかこう寄り添ってあげるとか。うん。
でも自分はあなた様が困っていてももう自分のことで逆に言うといっぱいいっぱいだから、あなた様に対してのこうヒーロー的な行動ですね、ができていないこと、主にそれが与えている受け取るっていうことに関わってくると思うんですけども、全然あなた様に対してなんかこうヒーローになれていないっていうところの、悔しさ的なところですね、があるのかなと。あなた様はそこがね、自分のこともしながらできているからこそね、自分ができていないお相手の方の自分自身がなんかこうあなた様と比べてみっともないとか情けないなっていうふうに今感じていらっしゃる、のかなと思います。だから心の中ではね、あなた様のことはやっぱすげーとかね、尊敬していたり、なんかこう自分のこともやりながらお相手の方のこともやれているあなた様のことに、あなた様にちょっとこう憧れている部分とかもあるんだと思います。で、今どうしたいかっていうところで言うと、ここですね、見ていくんですが、チャリオットっていうカードが出ていて、これ戦車っていうカードになります。まあ先ほどのソードのナイトに近いですけども、これもね、やっぱこう前進するっていうね、様子が描かれているので、大きく前進するとか大胆に動くとか、あとはですね、勝負の時にね、乗る乗り物ですから、戦車っていうのはね、だから勝負事を表すので、勝負を仕掛けると。だからあなた様に何かしらに今勝負を仕掛けたいと。これ喧嘩吹っかけたいとかじゃなくてね、もちろん。何かこう二人の関係を前進させる勝負ですね。わかりやすく言うと、告白とかもそうだし、一度別れている方だったらば、復縁を申し込むっていうところもそうだし、婚約プロポーズとかもそうなんですけれども、勇気を持って何かあなた様に挑むことをしたいと思っていらっしゃると、いうのがまず出ているんですね。で、その中でこちらなんですけれども、カップの6っていうカードですね。これ正位置です、で、このカードが正位置の時の意味としてはですね、過去を懐かしむ、過去を回想するっていうことで、あの時の過去は良かったなってことで、なんか思い出しているっていうことを表すカードでもありますし、それ以外で言うと、これ原点回帰とか再出発っていうことを表すカードになるんですね。だからあなた様との再出発を果たすための勝負っていうことですから、だからもう一回あなた様となんかこうスタート地点からになったとしても、やり直していきたいっていう気持ちがあるわけです。だから今どうしたいかっていうと、もう一回あなた様と向き合っていきたい、もう一回あなた様と関係構築していきたい、っていうのがお相手の方がしたいことのようなんですね。で、こちらのカードを見ていくと、オープンネスっていうのも出ていて、これ受容する、受け入れるっていうことを表すカードになります。だから何かを受け入れるというか、あなた様に受け入れられたいっていうことだと思うんですね。それこそ何なのかな、先ほども言いましたけど、準備不足なところであったり、軽率な行動をしたりだとか、あとは事後報告ばっかりしたりだとか、風のようにコロコロ態度を変えてしまったことで、あなた様をちょっと呆れさせたりね、幻滅させたり、あなた様を怒らせて、あなた様の方からこう離れていってしまったみたいなね、別に離れてなかったのは、やっぱりあなた様を怒らせてしまったっていうところがあると思うんですね。そんなあなた様に対して、もう一回こうね、今度はもうそういうことをしないのでっていうことで反省もして、もう一回勝負を仕掛けて受け入れてもらいたいなと、受け入れてもらってもう一回再出発したいなっていうのがお相手の方が今したいことのようなので、そういうお気持ちを抱いていらっしゃるっていうのが出ていました。ではですね、今後何が起こるのかということですね。お二人の関係に何が起こってくるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきましょう。お相手の方とあなた様との関係に今後何が起こるのかっていうカードです。うん、なるほどですね。ではちょっと見ていくと、まずそうですね、まずまあそうですね、こっちから見ていきましょうかね。コンフリクトっていうのが出ました。対立衝突っていうカードです。まあ今後だからお相手の方との間で何かこう対立であったり衝突が起こるということですね。でまさに今もそれが起こっている最中の方もいらっしゃるかもしれません。でもね、その対立とか衝突っていうのがなんていうかな、お二人の関係における変わり目にはこれなっていくとは思うんですね。今はそんな気がしなくても、そんな気に思えなくても、だからちょっとこうやっぱ対立は起こりますよと。で、これなぜ対立が起こるかっていうと、ここですね、アンノーンっていうのが出ていて、これ未知ですね、っていうカードになります。あの未知なる生物とか未知の世界みたいなね、未だ知らないっていう方の未知ですね。で、なぜ対立っていうのが起こるかっていうと、お二人にとっての未知の経験をするから、だからあなた様にとってもこんなの経験したことないっていうことを経験しているから、どうしたらいいのかわからない不安からちょっとやっぱ感情的になってしまって、まあお相手の方もしっかりですね、お相手の方もこんな状況って経験したことないから、もうどうしたらいいんだ、パニックになったり焦ったり不安になったりっていうことでちょっとこう感情を抑えなくてぶつかる。結構ね、だからお相手の方との関係において、あなた様のこれまでの人生経験の中で、経験してることないことって結構経験していらっしゃると思うんですね。こんな激しい喧嘩今までの恋人の人とかしたことないでとかですね、なんかこうこんな、なんかこういろいろねあったのに、未だにこうなんだかな、思い続けていることってこれないでとか、なんかいろいろこう未知のことってあったと思うんですね。でもその未知なことがあって、お互い不安になって、感情と感情がぶつかって、そのね、コンフリクトっていうのが起こってくると思うんだけれども、けれども、この未知のことを経験していくことによって、だんだんこう、まあ、それまでは今までもちろん知らなかったわけだけれども、知ることが増えていって、今はね、知らないことが多いから、未だかつて経験したことがないことが、起こることが、ちょっと待ってくださいね、未だかつて起こったことのないことを経験することが多いから対立っていうのも多いけれども、だんだんそれが経験していけばこの対立も減っていくということですね。でどうなるかっていうことなんだけれども、ここですね、 Speak the language of love っていうカードが出ていて、愛の言葉を話すと、まあなんていうかな、まあ喧嘩をするほど仲がいいみたいなことを表す言葉もありますけども、喧嘩をするほど仲がいいというよりかは、喧嘩を積み重ねていくことによってお二人の仲が深まっていくっていうのが近いかなと思います。今は対立っていうのがすごく起こるかもしれないけれども、それでお互いのねことをよく知ったり、まあ感情をコントロールできるようになっていってですね、お互いがでどうなるかというと、すごいねもう仲が良くなるみたいな、なんかよくありますよね、不良漫画とかで。昔はなんかこう敵とかライバルとしてこうねめちゃくちゃ喧嘩していた2人が今はもう大親友みたいな感じで、本当になんかそういう感じで最終的にはお二人はねすごい仲良くなっていると思うんです。まあ大団円みたいな感じでお互いに愛の言葉も話しながらね、昔はなんか結構喧嘩してたねとかね、対立してたねとかね、あの時なんであんな喧嘩してたんだろうねってなんかこう振り返られるぐらい、すごく仲が良くなって、これすごい近い距離にもなってますよね。だからそういったこう近い距離になって愛をね、築いていけるような、関係であったり、まああとはギビング&レシービングっていうのはありましたけれども、まあこっちが与えればあっちも与えてくれて、お互いこう与える量とこう受け取る量がこうね等しくなっていくような、まあそんなね関係になっていくんじゃないかっていうのが出ていたので、まあちょっとこうね、いろんな対立っていうのはねあるかもしれないけれども、それを乗り越えてね、二人の仲が深まっていくっていうのが出ていました。
うん、ではですね、まあどういったタイミングでね、二人の関係の流れが変わるのか、それこそこの対立というね流れはいつ終わるのかとかね、対立という流れからこのね仲のいい時期になるのはいつ頃になりそうかっていうのをですね、最後タイミングとして見ていきます。このタイミングを表すタイムオラクルズカードといろんな数字が描かれたですねフォーチュンダイスというのをこう使って見ていきたいと思います。ではまずカードの方から見させていただきます。ではですね見ていきましょう。お二人の関係の流れが変わるタイミングのカードです。うん、はい、ではですね見ていくと、まず一つ目、 Stop Obsessing First ということで、 Obsess っていうのは何かこう取り憑かれるみたいなことですね。うん、なんかこう取り憑かれてるぐらい何かにこうまあ夢中になったり依存しちゃってるということで、まあお酒とかタバコっていうのが描かれてるわけなんですが、うん、何かそのねこう依存していることをねまずやめましょうっていうカードになります。だから、うーん、なんていうかな、もしねあなた様がまあお相手の方に対してちょっと依存に近い形になってしまっているのであれば、その依存するっていうような状況をやめるっていうことが状況の変わり目になっていくっていうのが出ています。うん、もしかしたら今お二人っていうのは強依存みたいな状態になっているのかもしれません。お互いに相手に対して依存している、強依存、うん、だとするならば、その状態からまず抜け出さないとなかなかねこう対立が収まって仲のいい状態になっていくっていうのが難しくなる。もちろん強依存によって得られる安心感っていうのもあるかもしれません。でもどちらかというとその強依存という状態が対立とかトラブルの原因になることの方が多いと思いますから、その状態からまず抜け出していくっていうことが大事なようです。で、あとは出ているのがオーガストとメイですね。オーガストは8月、メイは5月っていうことですので、うん、まあ、この動画をね、どのタイミングで見ていただいているかにもよるんですが、うん、8月と5月っていうところがあると、まあ、すでに8月、5月どっちも過ぎているんだったら、次の8月、5月とかにもなってくると思うんですが、うん、何かこう、まあ、5月と言いますと、まあ、ゴールデンウィークの時期もありますし、まあ、8月です。まあ、日本だとね、お盆の時期とか、まあ、夏休みシーズンっていうところもあったりすると思うので、何かそのタイミングでね、ちょっと動くっていうところが、流れが変わるっていうのがあるようですが、まずはちょっとカードの側面と、次ね、フォーチュンダイスということで、ちょっと数字の側面でもね、ちょっと見ていきたいと思います。では、ちょっとシャッフルしていきます。はい、ではですね、じゃあちょっと振っていきます。ちょっと数字並べていきますね。はい、ではですね、ちょっと見ていきます。出た数字は8、4、2、60、これは18ですね。はい、では見ていくと、まあ、先ほどね8月オーガストっていうのがありましたけれどもやはりまあ8という数字出てきましたね。あとはまあ2、4というのは2、4が8っていうところでもありますから、やっぱり8というタイミングにもしかしたら縁深いのかもしれません。まあ、8月だけじゃなくてですね、8ヶ月目の時とかですね、うん、まあお二人にとっての8ヶ月目、ですね、うん、まあ、0年と8ヶ月目ってね、まだね、お付き合いして、まあ、1年未満の方は8ヶ月目の時になりますし、まあ、あとはね、例えば、お付き合いの期間によっては、3年と8ヶ月とかね、5年と8ヶ月とか、まあ、そういったタイミングっていうのもあるのかもしれません。まあ、4、2ですね。まあ、先ほど、まあ、5月、メイっていうのが出ていますけれども、まあ、2月、4月っていうところももちろんあるのかもしれませんし、8月4日、8月2日、8月18日っていうね、ところももちろんあるのかもしれませんが、まあ、そのタイミングでね、8月4日とか8月2日、8月18日に、例えばトラブルが起こっていたとするならば、うん、その方とのね、関係が、愛の言葉を交わし合うような関係になっていくってことを知らせてくれているのかもしれません。うん。
あとは、60ですね。60というのが出ていますので、まあ、うん。まあ今起こっているね、対立も、まあもしかしたら60分後には何かね、動きがあって、まあ解決しているってことももちろんあるかもしれないですけども、まあそうなればいいですけどね。まあ60ということですから、60日以内に今の対立っていうのはね、この平和な状態にこう変わっているとかですね。まあそういったこともあるのかもしれません。うん。まあ、あとは、そうですね。まあ、先ほど8月4とか8月ね、2日とかありましたけど、もちろんこれね、2月18とか12月8日とかもね、含まれてきますので、4月バージョンもちょっと見ていただくのと、あとはすべての数字を足した場合に70の82っていうことですから、まあ、82日以内にはね、うん、また2人の関係がよう、いい状態に戻っているとかね。まあでもこれもやっぱり80代になってくるので、やっぱりね、8という数字がやっぱランキーナンバーな気もしますので、まあこれもね、ちょっと参考にしていただければなと思います。はい。では、最後ですね、選択肢のカードです。A をお選びいただいた方はこちらで、パッションっていうカードが出ました。情熱っていうことですね。うん。何か物事が動くときっていうのはですね、あなた様が情熱を燃やしているときだよと。うん、だからあなた様の人生が動くときって、あなた様が何かにこう燃えているとき、熱中しているとき、いいですね。すごくこう、なんでしょうかね。まあ熱が入っているときですね。うん。だから、情熱の炎が燃えることを今した方がいいと思います。うん。それがもしかしたら今まではお相手の方との関係だったかもしれません。あなた様の中で情熱の炎を燃えていたのがね。でもそれ以外にも何かあると思うんですね。好きなこと、趣味のこと、それがお仕事の方もいらっしゃると思いますけれども、今ね、あなた様が情熱を注いでいるものを今頑張ってもっと燃えた状態にしていくと、あなた様の身の回りの出来事も良い方向に動いていくから、まず情熱に燃えた状態を、燃えた状態の自分を作り出していくっていうことが大事なようですので、これも参考にしていただければなと思います。はい。ということで、A をお選びいただいた方はお疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではリクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね。まあ、YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信でもですね、こちらもリアルタイムにその場でね、いろんなテーマを占わせていただいているだけでなく、まあ、YouTube で話さないこともですね、話しながらざくばらにわきあいあいと盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツなどもお届けしているので、こちらも動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、現在は無料でお試しいただける期間も設けているので、興味のある方はですね、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのインスピレーションというカード、もしくはですね、B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が今あなた様に抱いている黒い感情とはというテーマで、お相手の方はあなた様にですね、どんな黒い感情を抱いているのかっていうのを見ていきます。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方の今のあなた様に対する態度や行動がどんなものなのか、お相手の方があなた様に対して抱いている黒い感情ですね。まあ、不安であったり、寂しさであったり、悲しさであったり、憂鬱とかですね。まあ、どんな感情を抱いているのかということと、今あなた様に対してどうしたいと思っていらっしゃるのかっていうのを見ていき、今後お二人の関係に何か起こるのかっていうのも見ていきます。はい。ではですね、まずはじめにですが、お相手の方が今あなた様に対して取っている態度や行動、そしてあなた様に対して抱いている黒い感情、そして、ですね、今あなた様に対してどうしたいと思っていらっしゃるのかっていうところから見ていきます。
ではですね、見ていきましょう。上のカードからこちらがお相手の方があなた様に対して今取っている態度や行動を表すカード。お相手の方があなた様に抱いている黒い感情が何か、あなた様に対して今どうしたいと思っていらっしゃるのかっていうカードです。では見ていきましょう。はい。ではですね。ではちょっと見ていくと、そうですね、お相手の方が抱いていらっしゃる、黒い感情ってどういうものかっていうと、不安かなと思います。不安。というのも、今、お相手の方ね、あなた様から見てもそう感じているかもしれないですが、今、正常な状態じゃないと思うんですね。なんか本来のお相手の方じゃないみたいな。何かがこう乗り移ったみたいな、なんかいつもと違うお相手の方になっていると思うんですね。それはお相手の方も自覚していらっしゃると。いう中で、もしかしてこれいつまで経っても本来の自分に戻れないんじゃないかっていうですね、なんかそういうとてつもない不安を感じていらっしゃるんですね。なので、ちょっとこのあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていくと、まず上のカードですね、お相手の方が今あなた様に対して取っている態度や行動っていうのが何かっていうと、ここですね、ちょっと見ていくと、ロワーワールドっていうのが出ていて、これ地下世界っていうカードが出たんですね。地下のこれ誰もいない世界にこう潜り込んでいる様子が描かれている通り、まさにね、今あなた様に対して取っている態度っていうのが、殻に閉じこもるとか、引きこもるっていう状態だと思うんですね。あなた様と全然こう通信しない、交流しない。もうなんかこう閉じこもって、あなた様がいくら呼びかけてもなんか応じないみたいな。なんかそういう状況ですね。だから亀とか、ヤドカリとか、カタツムリとかだったらイメージしやすいと思うんですが、殻に自分の殻にヒュッて入っても、そっから、おい、出てこいよって言っても全然出てこない。で、あなた様がなんかこう地下世界を探索しようとしたら、もっとなんかこうね、奥深いところにこもって余計出てこないみたいなね。なんかそういう状況で、今ね、あなた様に対しては、ちょっとこう、だんまりを決め込んでいたりだとか、それこそ連絡をね、送っていたとしても、既読無視、未読無視とかね、反応なしみたいな。なんかそういう状況だ、態度をね、取っていらっしゃると思うんですね。これも、なんかこう、自分が本来の自分自身ではないっていう違和感とか不安とか恐怖っていうところで多分怯えて今引きこもっちゃってるんだと思うんですが、それ以外で言うと、ここですね、見ていくと、ワンドのナイトっていうカード、これ逆位置で、このカードもともと正位置の時には前進するっていうカードで前に進むっていう意味のカードになるんですが、馬に乗っているナイトがね、描かれているわけですが、これはね、実際にこう馬が合ってるからこそ前に進むっていうね、ことを表すカードになります。息がぴったりだからね。ですが、これ逆位置になると、馬が合わないとか、反りが合わないっていうことで、そのせいでなかなかこう前進しないと。前進できないっていうカードになるんですが、その反りが合わない、馬が合わないということから、これ逆位置になった時の意味として、人間関係で衝突するとかですね、争い事とか、口論とか、揉め事とかですね。あとは話し合いの決裂ということで、何かを話し合っていた時に、もういいみたいな感じで急にね、話を切り上げて、殻に閉じこもったりだとか。なんかこう、口を開けば、口論になってしまっていたとか。メッセージのやり取りも、いつもね、どんなやり取りとか、どんなメッセージを送っても最終的にはなんかこう、口論になっちゃってる。メッセージ上でのこの、口論になっちゃっていたとかね。だから、あなた様からすると、なんか今仲良くする気ないのかな、みたいなね。そんなに私と俺と喧嘩したいのかなと思うぐらい、なんかいつもなんかこう喧嘩に発展しそうな、態度とか、雰囲気を多分出していらっしゃったと思うんですね。
で、ここのカードなんですが、ワンドの2っていうカードが正位置で、まあ、このカードが正位置の時の意味としては、目標を設定するということで、何かこう目標を立てて、それをこうね、達成するべく日々努力を積み重ねているっていうことを表すカードであったり、社会的、キャリア上での成功ということで、もともと多分なんかそういう成功を目指していらっしゃったんだと思うんですね。で、その成功とか目標の達成を目指していた中で、まあ、多分途中で挫折してしまったり、ちょっとこうね、スランプを味わってしまったり、まあ心折れる出来事があって、そこからちょっとお相手の方が狂ってしまったんだと思うんですね。本来のお相手の方じゃなくなってしまった。それまでは順調にもしかしたら目標に近づけていたり、なんかこうエリート街道みたいなのをね、歩むことができていたのかもしれないですが、まあちょっとしたことでそのレールから外れちゃって、そこからお相手の方おかしくなっちゃった。殻にこもるようになったり、あなた様に対しても今まで優しかったのが、なんかすごい喧嘩に発展するような人に変わってしまったとかね、攻撃的な人に変わってしまったとか、多分そういう変化があったんだと思うので、今のお相手の方って、やっぱり正常な状態じゃないと思うんですね。で、その正常じゃない状態がいつまで続くのかっていう不安ですね。正直言うと、あなた様への不安というか、自分に対する不安の方が大きくて、まだあなた様のことに関しても意識が回らないというか、気が届かないみたいな状況になっているんですね。なのでちょっと見ていくと、まずここのカードが出ていて、テンパレンスっていうカードが出ています。節制っていうカードですね。節制というのは節約するとか節制するっていうことで、まあ、しっかりと無駄を省いてね、まあ、必要なものだけを残して、ですね、まあ、豊かになっていくっていうことも表すカードでもありますし、あとはバランスとかですね、安定っていうことを表すカードにもなります。だから安定した暮らしとかね、まあ、バランスの取れた状態、それは体の健康バランスもそうだし、メンタルバランスですね。精神的なバランスが整っているということは、まあ、精神的に健全な状態とか、それらのバランスが保たれることによって穏やかな暮らしを送ることができるっていうことなんですが、そういったこう平穏とか安定とかバランスが保てた状態っていうのが、いわばお相手の方の正常な状態なわけですね。でもその正常な状態、異常な今の状態から正常な状態に、果たして自分は今後戻れるのだろうか、帰り咲けるんだろうか、そこの不安が今大きすぎて、ちょっとこうとてもあなた様のことを今考えられないような状態なわけですね。で、考えられないので、まあ自分に対する不安と、もし、まあ自分がやっぱ立て直せないと、あなた様との関係もどうにもできないからどうなってしまうんだろうという不安。まあこれが不安、黒い感情としてあると。で、ペンタクルのナイトっていうカード、これ逆位置になっていて、このカードっていうのがもともと正位置の時には、着実な進歩っていうことで、決して早くはないんだけども、一歩一歩ね、着実に進んでいくっていうことを表します。が、逆位置になるとですね、もうほとんど止まっているような状態を表すカードで、まあ、スローペースとかですね、関係が計画通りに進まないっていうことを表すカードになります。だから、このまま自分のせいで、あなた様との関係もずっと進めないような状況になってしまうのかなっていう、まあ、不安であったり、憂鬱な感情を抱いていらっしゃる。だから本来は、こんな自分が来るつもりはなかったなと思うんですね。自分自身がこう狂ってしまうような状況になるつもりもなかったし、あなた様との関係も止めるつもりもなかっただと思うので、今のこの状況になってしまっていて、この苦しい状況がいつまで続くんだろうっていう不安を抱えていらっしゃる。エンブレイスっていうのが出ていますけれども、これ受け入れる、抱きしめるっていうことで、手を広げてですね、なんかこう地球を迎え入れようとしている人がいますけれども、地球っていうのはこれ全体を表しています。まあ、今回で言うと、この手を広げている人がお相手の方で、その地球っていうのがあなた様なんだと思うんですが、本来だったらばお相手の方、あなた様の全てを受け入れるつもりだったわけですね。あなた様だけでなく、例えばあなた様の周辺環境とか、もう含めてね、あなた様のご家族とか、いろんなものをこう受け入れるつもりではあったんだと思います。けれども今それができなくなってしまって、いつね、またこの受け入れられるぐらいの状態に自分は復帰できるんだろうっていう不安がとてつもなく今あると。で、今どうしたいのかということですね。に関してはやっぱりまだ、まあ殻に閉じこもったまんまだと思うんですね、未だに。
で、今どうしたいのかっていうところでもやっぱここが出ていて、ソリテュードっていうのが出たんですね。これ孤独っていうカードになります。なんか一人でね、船を漕いでる人がいますけれども、やっぱりね、まだ一人でいたいようです。まだね、あなた様に会ったり、あなた様と会ってコミュニケーションできるような、精神状態にはちょっと慣れていないようですね。今あなた様と会って話そうとしても何を話してもいいかわからないし、なんかこうあなた様を喜ばせられるようなことも言ってあげられないっていうところもあるんだと思うので、まだやっぱ一人になりたい、一人でいたいっていうところがあるようですね。その理由としても、まあ、出ていて、ここですね、見ていくんですが、ペンタクルのクイーンっていうカードですね。これ逆位置になりました。でこのカードっていうのが、正位置の時にはですね、育む、育てるっていうことで、何かを一生懸命育てて、それが育ち上がって、その育ったことによる成果とか報酬とか収穫を得ている人っていうのが描かれています。だからしっかりと何かを育て上げて成果を得たっていうことで、育て上げたという自信もついている人なんですね。ですが逆位置になると、一生懸命何かを育てたにもかかわらず、その成果が得られなかった人っていうのが描かれていて、もう自分なんかが何かを育ててもどうせうまく育たないみたいな悲観的な考えにとらわれているとか、疑心疑惑にとらわれているとか、全てが無に帰すような不安を感じているっていうカードになるので、どうせ自分なんかが今誰かとの関係を育んでもきっとうまくいかないだろうから、もう今はちょっとそういうね、何かを育むっていうことができないんや、できる気がしないみたいな気持ち、メンタリティになってるから、まだ一人でいたいと、なんかそういうことを思っていらっしゃるということで、まだちょっとやっぱこう一人で、なんかこう、まあ、感傷に浸りたかったり、自分自身でね、なんかこう今の精神状態を立て直したいっていうところもあるのかもしれません。でここのカードですけれども、ハイプリーステスっていうカードで、女教皇っていうカードになりますが、女教皇っていうカードはですね、冷静沈着とかですね、落ち着いた心っていうことで、やっぱりね、まずはこう一人になって心を落ち着かせたいと、いうところがやっぱり強いようですね。この心を落ち着かせるのを、まあ、あなた様としては手伝ってあげたいっていうところはあるかもしれないけれども、なんかね、そこは誰かに手伝ってもらうべきことではないと思ってらっしゃるようです。精神状態を、なんかこうね、自分の精神状態をこう立て直すのを、誰かの力を借りていては、結局それは、なんかその人に依存するみたいなことになっちゃうから、結局本当の意味で立ち直れてないよねっていうことだから、自分でやっぱ立て直すまではちょっとこうね、一人でいたいっていうのが今したいことのようなので、まあ無理にね、ちょっとこう殻に閉じこもったお相手の方を引きずり出すみたいなことは、しないようにしたり、まあ殻をね、トン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 ってこう突っつくようなね、ことも、しない方がいいのかなとは思います。では今後ね、お二人の関係に何か起こるのかっていうのもですね、ちょっと見ていきたいと思います。ではですね、見ていきます。お相手の方ですね、とあなた様との関係に今後何か起こるのかっていうカードです。ではですね、ちょっと見ていくと、まずですね、おそらくね、お相手の方、なんかね、衝動的になったり、なんか感情的にあなた様に対して動いてくると思います。その行動に対して感情で
動いてきたのを感情で返すっていうことじゃなくて、なんかこう、なんだろうかな。まあ、大人な対応というか。うん。あなた様は決して感情的にならずに、なんでしょうかね。こう、まあ、受け止めていくっていうことができれば、まあ、良い方向になんかこう、軌道修正できるっていうのが出ているんですが、どういうことかって言いますと、ここですね、The End っていうのが出たんですね。これ、終わりっていうカードになります。うん。お相手の方、おそらく自暴自棄になって、あなた様との関係を終わらせてこようとしてこられると思います。うん。で、実際にお相手の方からね、例えば、まあ、終わりみたいなのをふっかけられた時に、やっぱりあなた様も感情は動くと思うんですね。うん。ロボットじゃないから。うん。だから、なんで終わらせてくんのとかですね。いや、もうそんな終わらせるとか嫌やっていうね。うん。ことがあるかもしれません。でも先ほど言ったように、感情とか自暴自棄で動いてきたお相手の方に感情でぶつかってしまうの、これが一番ダメなわけですね。だからどこかこう、理性を保ってというか、うん。あの人はどちらかというとこう、感情的にお相手の方が動いてきたんだったらば、結構こう、冷静に淡々となんかこう、対処するというか、うん。例えばもう別れるとかね、もう終わりにするみたいなことを言ってきたときに、うん。わかった。まあ、その考えももう、わかった。それなんでなの？まずその理由を聞かせて、みたいな。うん、だからどちらかというとこう冷静に淡々と対処しながらお相手の方のこう興奮した状態を抑えてあげるっていうことをしていった方がいいよと。そうすればまあ実際終わりはふっかけてくるかもしれないけれども終わりは回避できるっていうのが出ているんですが、それがここですね。 Listen with your heart っていうのが出ていて、心で聞くっていうカードになります。だからお相手の方がなんかそういった衝動的にというか自暴自棄になってなんか伝えてきたこととか告げてきたことを、まあ心で聞くっていうことはもう本当に冷静に聞くっていうことですね。ただ耳に聞いて、なんかそれでこう考えずにこう感情的になってしまってはいけないと。うん。うん。わかったな。まあその終わるっていうのももちろんね、その考えてくれたことだと思うけれども、それはどういう理由でとかね。うん。まあそういうね、急に終わりとか言わずに、ちょっとこう、まずはちょっと悩んでることを聞かせてよとかね。何か悩んでるから終わらせようとしてきたんでしょとかですね。うん。僕はこう優しくというかね。うん。だからなんていうかな。まあこの表現はあんま良くないのかもしれないけれども、やっぱりこうカウンセラーとこう患者さんみたいな、うん、カンバセーション、まあこう対話というかね、うん、接し方っていうところが大事で、あの様がいわばこうカウンセラー側になってあげるっていうところがすごく大事なのかなと。うん、そうすれば、まあ、なんかこう、勢い余って言ってきたことも、これね、スッと収まって、まあ、終わるってことはなくなるのかなと。まあ、一見落着とまではいかないかもしれないけれども、うん、まあ、お相手の方も、あ、ごめんねと、ちょっとこう、感情高ぶって言っちゃって、本当はそう思っていないんだっていうことでね、心で聞くことによって、お互いがちょっとこうね、悩んでいたこととか、不安だったことをこう、見せ合えることになって、それでね、うん、逆にちょっとこう、そういった衝動的な行動がきっかけで、二人の仲が深まるとかね、うん、今まで知らなかったことを知り合って、まあお互い今度は助け合っていけるようなね。今はこう一人になりたがるところがあるかもしれないけども、ちょっとずつあの様を頼ってくれるようになったりとか、そういうね、出来事になっていくんじゃないかなと思います。うん。で、ここですけれども、playing it safe っていうことで、まあこれ無難に生きるっていうことですね。うん。まあ決して悪くはないんだけども、ちょっと刺激に足りない、まあ無難な生き方をしている人っていうのが描かれているんですが、何かそういったこう無難なね、まあ、無難な生き方をしているとちょっとまあ、あれですけれども、まあ、いつも通りのね、うん、こう、暮らしを送っているときに多分突如、まあ、お相手の方がね、感情的であったり衝動的な行動を起こしてくるけれども、その時も慌てずね、心で聞くっていう姿勢を持っていけば、うん、ちゃんとね、こう逆にこう、二人の関係が離れそうなイベントだったのが、逆にもっとこう、くっつけるようになっていくっていうのが出ているので、まあ対処の仕方がすごく大事なようですが、ではね、まあ今後お二人の関係が良い方向にね、こう変わっていくタイミングはいつ頃になりそうかということで、まあ最後ね、タイミングを見ていきたいと思います。タイミングを表すタイムオラクルズカードといろんな数字が描かれたフォーチュンダイスっていうのを使っていってですね、お二人の関係が好転するタイミングをちょっと見ていきたいと思います。ではまずカードの方から、シャッフルしていきます。
ではですね、見ていくと、まずカードですね、の方からタイミングを見ていきたいと思います。お二人の関係が好転するタイミングです。うん。この3枚が出ましたので、ちょっと見ていきましょう。まず一つ目、サマーっていうのが出ました。夏ですね。まあ、この夏っていうのが一つポイントにはなってくるのかなということですね。まあ、夏というとですね、まあ、最近はもうね、真夏でしょうと。気温的には真夏だろうっていうようなね、日が結構増えてきたりもしていますけれども、まあ、大体夏っていうことですから、まあ、7、8、まあ、9月、まあ、上旬ぐらいまでが夏と言えるのかなと思うので、まあ、その夏のシーズンっていうのも、うん、一つあるかなと思います。もう一つの観点で言いますと in a few weeks っていうのが出ています。数週間以内っていうことですね。うん、だから数週間以内にこのなんかこう衝動的な行動からそれをねこうあの様が冷静に聞いてあげて気持ちを収めて深い仲が深まるみたいな、まあ、そういった出来事がこう数週間にわたってこれから繰り広げられていくのかもしれません。うん、まあ、数週間っていうことですから、まあ、1週間とかではなく、例えば、まあ、2週間とか3週間、4週間ですかね。ぐらいにはなってくるのかなと思うので、それぐらいのあたりで、まあ、好転に向かっていくということですね。まあ、いろいろ激動はあるかもしれませんが、好転に向かっていくと。あとは、it's not too late っていうことで、そんなに遅すぎることはないよと。うん、めちゃくちゃ遠いね、未来において、好転していくとかね、好転していくために、例えば1年単位とか2年単位とか、そんなにね、こう、すごい長い時間がかかるわけでもないよと、うん、いうことを伝えてくれているカードも出ていますので、この3枚ですね。まあ、特に夏とか、まあ、数週間っていうところは、まあ、動くタイミングとしてね、今回出ておりましたので、まずね、カードの内容はそういった。ものでした。では次ですね、まあ数字という側面でこのねフォーチュンダイスっていうのもちょっと引いていきたいと思います。ではちょっとシャッフルしていきます。はい、ではですね、ちょっとシャッフルして引いていきます。はい、うん、はい、では見ていきましょう。出た数字は8311260というのが出ました。まあ、60以外ですと8312っていうのは、まあ、1ヶ月の中にある数字ですから何月8日3日2日11日っていうこともあるかもしれません。まあ、あとはちょっと数字の組み合わせになりますが8月3日8月2日8月11日っていうこともあれば11月8日11月3日11月2日っていうこともありますし、まあ、数週間っていうことで、まあ、ありましたけど11日っていうことになりますと、まあ、1週間とちょっとになるので、数週間とちょっと言えるかちょっとわからないですけども、うん。まあ、あと60っていうのも出ていますので、まあ、60日以内にはですね、まあ、事態は良い方向に向かっていく。まあ、2と3もですね、2、3が6っていうことですが、まあ、ちょっと6っていうところもね、一つ、ポイントにはなってくるのかもしれません。うん。まあ、あとは何でしょうかね。まあ、その何日とかじゃなくてね、何回目というところもあるのかもしれないので、例えば、うん。まあ、あなた様がね、まあ、今、多分、お相手の方、殻の中に閉じこもっていらっしゃる中で、まあ、何もね、こう、反応してくれないけれども、一応、お相手の方を気遣う連絡とかね、体調をねぎらう連絡とかっていうのを送っていらっしゃるかもしれません。それを、こうね、定期的に、まあ、あんまり送りすぎと良くないけれども、定期的に送っていた、例えば、8回目の時にね、ポンとこう連絡が返ってきたりだとか、うん、そういったこともあるのかもしれません。うん、まああとはそうですね、うん、まあ全ての数字を足した場合に70の81、84ということですから、まあ、84日以内にっていうこともありえますし、うん。まあ、あとは、何でしょうかね。まあ、例えば8月3日、8月2日とかね。まあ、いろんな数字を組み合わせていただいて、まあ、その誕生日とかにもね、なってくるのかもしれませんから、その誕生日の人とあの様が、まあ、ね、結ばれていくっていうこともあったりするかと思いますので、まあ、ちょっとこの数字の組み合わせでね、あの様の中でこう、ピンとくるものがあればですね、それもこう、動くタイミングだと思いますので、参考にしていただければなと思います。はい。あとは最後、選択肢のカードです。インスピレーションっていうのが出ました。インスピレーションっていうのは、まあ、そのままですね、インスピレーション
ション、直感とかインスピレーションということを表すんですが、今あなた様を救ってくれたり正しい方向に導いてくれるのは他の誰かではなく、あなた様の中のインスピレーションだということです。うん。だからあなた様がこう、例えば直感的にこれかなとかね、この人かなってね、そう思った人とか物とか方向をしっかりと選び続けていけば、あなた様は幸せになっていく。でもどこかで自分の直感であったりインスピレーションを信じきれず、他の人の言うことに流されてしまったり、うん、自分の信念を曲げちゃったりとか、そういったことをしてしまうと自ら幸せを逃してしまうっていうことにもなり得るので、まあどんな時もね、まあちょっとこうブレそうになる時はあるかもしれないけども、基本的にはあなた様の中の直感インスピレーションを信じていくっていうことが幸せになっていく上ではすごく大事なことだよと。それぐらいね、インスピレーションっていうのはあなた様に大事な方向をちゃんとね示してくれているわけだから、それに従っていくっていうことが重要なようですので、これもね参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、B をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しも役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、あとはですねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではリクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね、まあ、YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信でもですね、まあ、こちらもリアルタイムでいろんなテーマを占わせていただいているだけでなく、まあ、ライブ配信を行っているのはオンラインサロンのみとなりますので、まあ、普段ね YouTube で話さないことも話しながらざっくばらんに和気あいあいと盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツなどもお届けしているので、こちらも動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、現在無料でお試しいただける期間も設けておりますので、興味のある方はですねぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね最後にこちらのアンサーズというカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が今あなた様に抱いている黒い感情とはというテーマで、お相手の方はあなた様にどんな黒い感情をですね、まあ、例えば不安とか寂しさとか憂鬱とかですね、まあそういったどんなね黒い感情を抱いていらっしゃるのか見ていきたいと思います。それに際しまして、まずはですねお相手の方のあなた様に対して今見せている態度や行動っていうのがどんなものなのか、お相手の方が今ですねあなた様に対して抱いている黒い感情とは、そして今後あなた様にはね、今お相手の方あなた様にはどうしたいと思っていらっしゃるのかっていうのを見ていきながら、今後お二人の関係に何か起こるのかっていうのも見ていきたいと思います。はい、ではですねまずはじめにお相手の方のあなた様に対する今の態度や行動がどういったものなのか、お相手の方があなた様に対して今抱いているですね黒い感情がどういうものか、そして、ですね今お相手の方はあなた様に対してどうしたいのかっていうところも見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、お相手の方が今あなた様に対して取っている態度や行動を表すカードがこちらで、お相手の方があなた様に対して抱いている黒い感情が何か、そして今あなた様に対してどうしたいと思っていらっしゃるのかっていうことを表すカードになりますので、早速見ていきます。はい、ではですね、ちょっと見ていくんですが、まず、態度をね、見た時の印象としては、おそらく言動が一致していないのかなと思います。言葉ではこういうことを言ってるけれども、行動がそれに伴っていないみたいな、なんかそういう、態度というか行動をとっていらっしゃると思います。で、そうですね、黒い感情っていうところでは、そうですね、ちょっと難しい結果は出ているんですが、どちらかというと焦りかなとは思いますね。焦りが、黒い感情とまでは言えるかわかんないんですけれども、ちゃんとなんだかな、うまくいくかなっていう焦りですね。で、あなた様に対してしたいのは愛情表現というのが出ているので、おそらくこの言葉で言っている方のことを本当に多分したいというのが出ているので、ちょっと見ていきたいと思います。まずですね、上のカードからで、お相手の方の今のあなた様に対する、あなた様に対して見せている態度や行動っていうところなんですが、まずここが出ました。ファイヤーっていうカードですね。炎っていうカードになります。非常にこう炎が、メラメラメラとこうね、燃えているような姿が描かれているわけなんですが、例えばこれがですね、情熱の炎とかね、愛情の炎、恋心を炎としてね、表すならば、今もそれが燃えているよと。例えばあなた様のことは今好きだよとか、愛しているよとかね。口ではそういったことを言ったり、ね。メッセージでは、なんかそういうこう、今も愛してるよとか、どんなことがあっても好きだよとかね、すごくこう情熱的な、情熱が本当に燃えているようなね、そういうメッセージっていうのを送ってきたり、言葉では言ってくれているけれども、行動が伴っていないんじゃないかっていうふうにお伝えしたのは、ここのカードが出ていて、ソードの6っていうカードが、これ逆位置なんですね。このカードがもともと正位置の時には、進路変更、方向転換、路線変更ということで、何かこう、方向性を良い方向に変えていくとかね、進路を良い方向にこう、カチッと変えていくと。そういうカードになります。だから例えば二人の関係も本当に愛しているんだったらば、例えば愛を深める方向に変えていく。実際に二人の関係を進めるっていうのは、これ方向転換、進路変更になってくると思うんですね。でも今回出ていたのはこれ逆位置ですから、そういった進路変更、方向転換、路線変更っていうのができないということであったり、これね、逆位置になった時には決心ができないっていうカードになるんですね。あるいは曖昧な態度で決断を先延ばしにするみたいなことで、ね、口ではそういったね、こんなんかこう炎が燃えているみたいなことを言っているのに、実際の決断とか行動とかっていうのは、なんかこう、うやむやにしたり、決心できなかったり、バチッとこう決められなかったりして、なんかね、行動が言葉に全然伴っていないと思うんですね。だから、なんかあなた様としても、最初はね、そういったこう、炎を感じられるような言葉を言われた時は嬉しかったかもしれないけども、どうせまた口だけやろな、みたいな感じで、なんかちょっとずつなんかこう、お相手の方への信用度がちょっと下がってきているような状態なんじゃないかなと思うんですね。で、こちらのカードなんですけれども、ヒエロファントっていうのが出ていて、鳳凰っていうカードになるんですが、鳳凰っていうのは、どんな状況でもですね、この誰かに対して正しい道であったり、正解を解く人ということで、何かこう正しい方法とか正しい選択を伝えてあげて、人をこう正しい方向に導いていく存在っていうのが鳳凰なんですが、だから、大丈夫。ね、俺のやり方であったり、俺のね、ことを信じてくれれば、絶対ね、良い方向に連れていくから、みたいなね。私の言う通りにしてたら絶対大丈夫だから。これが正解だから、みたいなね。そこをね、信じたり、
うん、あ、そうなんだと思って今までね、あなた様もお相手の方についていっていたところがあると思うんだけれども、結果なんかこう行動をね全然起こしてくれないから、うん、なんか本当にこの人についていっていいのかなっていうね、うん、なんかそういうこう疑問であったり心配であったりっていうのが、うん、今あなた様にね、うん、湧き起こってきているのかなと。もう正しいって言うんだったらば、その口だけじゃなくてなんか行動で示してよって言いたくなる。まあ実際言ったこともあるかもしれないですけども、あなた様自身がね、うん、なんかそういうね態度なんじゃないかなと思うんですね。うん、でもちろんお相手の方はなんか出まかせであったりなんかこう、うん、詐欺のためにね、なんかそういういいこと、耳障りのいいことを言っているんじゃなくて、まあ本当に叶えようとは思っていらっしゃるようなんですね。どうやら、うん、でお相手の方の抱いている黒い感情っていうところでは。まず最初に見ていく2つは正直言うと黒い感情ではないんですけども、ビリーバーのサクシードっていうのが出ていて、ビリーブっていうのはこれ信じる、サクシードっていうのは成功するっていうことで、まあ成功を信じているっていうことで、今お相手の方がねまだあなた様に対して何かこう決心ができなかったり曖昧な態度で決断を先延ばしにしているのは、お相手の方の中のシナリオではまず自分が成功してその後にあなた様に対する大事な決断をしようというシナリオがあるわけです。でも肝心のこの成功っていうのをまだつかめていないから、決心できなかったり方向転換できなかったり決断ができないでいらっしゃるだけなんですね。うん。本当になんかこうあなた様をただつなぎ止めるためだけに、うん、なんかこう情熱的なことを言っているわけではなくて、本当にそれをしたいから言っているということなんですね。うん、でもう一つのカードもそうです。ワンドの9っていうカード、これ正位置です。このカードの意味としても、成功という名のゴールを目指すとか何かを達成するとかですね、最善を尽くすとかクライマックスということで、このワンドの9、9っていう数字はですね、1から始まって2、3、4、5、6、7、8、9と進んできて、10という新しいステージの最終局面の数字が9になります。だからクライマックス、ね、次のステージに行く、もうクライマックスまで来て、そこで最善を尽くして次のステージに進ませていくと、うん、だからあと1ピースさえ揃えばあなた様との関係を先に進められるわけだけれども、そのあと1ピースっていうのが自分の成功なわけですね、うん、でもこの最後の1ピースがなかなかこう揃えられなくて、今ちょっとこう立ち往生しているんだけれども、ちゃんとそれが揃ったらあなた様との関係をね次のステージに進めていくというふうには思っていらっしゃるわけだけれども、これは黒い感情ではないですが、ここですね、まあそれを阻む出来事が多分起こっているんだと思うんですが、ワンドの6っていうカード、これ逆位置です。このカードが正位置の時には目標が成し遂げられるとか勝利や成功をつかむとか、うん、あとは望みのものが手に入るっていうことで、自分の取りかかったこと、取り組んだことがもう順調に進んだりうまくいくことを表すんですが、逆位置になるとスランプに陥るとか努力が報われない辛さ、だから努力してるんだけどなかなか結果が振るわないみたいな状態ですね、うん、であったり心理的経済的な打撃を受けると、うん、だ精神的にも苦しい、経済的にも苦るダメージですねを受けていると、うん、それによってちょっと成功とは程遠い状況になってしまったから、なんか肝心なところで急ブレーキをかけて決心できなかったり、うん、曖昧な態度でちょっとこう決断すること先延ばしみたいなことをしている。でも気持ちは本当にあるから情熱的なところを伝えているけれども、それが今言動不一致みたいなことになっちゃっていて、あなた様に逆にこう不信感を与えているみたいな、なんかそういう状況になっているわけですが、だからこのままだともう本当になんかこう自分の言葉も信じてもらえなくなるという焦りであったり、早く成功してラスト1ピースを揃えなきゃっていう焦りですね、じゃないとあなた様との関係を進めるチャンスもなくなってしまうという焦り、だから本当に焦りっていうのが、うん、まあ、黒い感情とまでは言えないかもしれないけれども、うん、すごく抱いていらっしゃる、うん、で、ですね、次に、まあ、お相手の方がですね、あなた様に今どうしたいのかというところでは、うん、まあ、この伝えていたことに近いことだと思うんですが、まずここですね、見ていくとカップのページっていうカードが正位置です、うん、このカードっていうのが正位置の時には愛情深いということで、なんかこうカップの中に入っている魚をめでている人がいるんですけれども、自分から愛を
こうかけていってですね、何かを育てていくっていうことに興味を抱いている。だからなんか受け身の愛じゃなくて、自分から愛をあなた様にかけてね、そのあなた様との関係を育んでいくっていうことをしたいっていうこともそうなんだけれども、このカードには他の意味があって、ですね、この曖昧なことをはっきりさせると、いうことであったり、あとは悩んでいたことに結論を下すと、だからずーっとね、あなた様としては早くお相手の方にね、下してほしい結論があったと思うんだけれども、結論とか出してほしい答えみたいなのがあったと思うんだけれども、それをこう早く出すということを本当は今したいわけです。今すぐにでも、とか曖昧なままにしているものをはっきりさせるってことも本当は今したいわけです。今すぐに、けれども今してしまっては、なんだろうかな、タイミングが悪くて、決断はしたものの結果その後の関係が悪くなるか、まだできないっていうことなんだけども、本当はもうはっきりさせたいっていうところがあるようですが、ワンドのクイーンっていうカードですね。これ逆位置でした。これが正位置の時には成功がもたらされるとか、物事が予定通りに進むっていうことを表すカードになるんですが、逆位置になるとなかなかこう物事が予定通りに進まず、ストレスや不満がたまるとか、あるいはですね、まあ不安が増すとか、別れとかを表すカードで、だから今曖昧なものをはっきりさせたとしても、すぐに別れになってしまうぐらい、なんかうまく進まなくて、お互いイライラしてしまうっていうところがあるから、本当はこの行動をしたいんだけどもせずに、もうちょっといい状況になるように、いい状況を作り出そうとしていらっしゃるわけですね。だからこれが出たんだと思います。ディリジェンスっていうカードです。これはまあ勤勉さっていうカードになります。勤勉さというのはこう、まあ真面目にコツコツと、まあ何かを取り組み続けるっていうことで、実際にまあ成功というね、ラストピースさえ揃えば決断ができるわけですね。だからその成功に向けての日々の努力を今積み重ねていらっしゃる。でも成功が手に入ったらもうすぐにでももうはっきりさせて、あなた様との愛をいよいよ、何でしょうかね。今までは言っていることとやっていることは違ったわけだけれども、ちゃんと有言実行の状態にしていって、愛をこう加速させていきたいと。まあそんな風に思っていらっしゃるというのが出ていました。ではですね、次にですが、まあ今後ですね、あなた様とお相手の方との関係には何か起こるのかということですね。こちらも見ていきたいと思います。ではですね、見ていきましょう。今後お相手の方とあなた様との関係に何か起こるのかっていうカードです。はい、ではですね、見ていくと、何か起こるのかっていうことに関しては、まあ簡単に言うと一歩下がって二歩進むみたいな流れが起こるのかなっていうのが出ているんですね。これどういうことかって言いますと、まずここが出ました。フレンズ&コリーグスっていうのが出ていて、友達と、まあ、同僚っていうカードなんですが、今ねお二人の関係性がどうなのかっていうのは、これ人それぞれ違うと思うんですね。まさにまあお相手の方とあなた様はまだ
友達っていう関係性であったり、まあ同僚っていう関係性でもあるかもしれません。まあそれこそ先ほどまあ曖昧な状態をはっきりさせるっていうのも出ていましたから、そのまだ恋人ではなくてね、友達以上恋人未満みたいな関係性の方もいらっしゃると思うし、まあ実際にもお付き合いしていらっしゃる方もいるとは思うんですね。うん。ですがその中で、ですね、一度ね、まああなた様とのお相手の方の関係が友達もしくは同僚という関係になっていくと、うん、これが今最初にねお伝えしたところで言うとちょっと一歩下がるということです。でもこの一歩下がることで二歩進めるようになるわけです。うん。だからお相手の方がねちょっと自分の成功をね掴むまではちょっとこう友達でいたいとか同僚のままでいたいみたいなことを言ってくると思います。その意図はもうあなた様との恋を諦めた白旗あげたじゃなくて、なんかこう恋を目指そうとしていく中で期待だけを持たせてもこれ以上あなた様がっかりさせたくないと、今度は何でしょうか、喜ばせたいとかハッピーにさせたいわけで、ちゃんと有言実行できるような状況になるまではちょっと友達とか同僚という関係でいたいっていうことをおっしゃってくるとは思うんですが、まあ実際にねそれを一回受け入れてその関係になった方がいいと思います。なぜならば二歩進めるからっていうことで、その方がバースっていうのが出たんですね。これ生まれるっていうことが出ていて、新しいものが生まれていくわけです。うん。一度友達とか同僚という関係に仮にそれが戻るっていうねことになったとしても、その戻ることで新しいものが生まれる。うん。戻ったことによって実際にお相手の方が成功した後にいよいよちゃんと決断してくれて、ようやく生み出したかったお相手の方との愛が生まれるようになっていったりとかね、恋人関係、あなた様とお相手の方が恋人関係になって新しいカップルが誕生するとか、うん、そういったこう前進に戻った以上の前進が起こるわけですね。うん。だから一度ちょっとこう戻るような関係性になったとしても、それを受け入れてその間もちょっとこう楽しいね、同僚として楽しむ、楽しい時間を過ごす、友達として楽しい時間を過ごすっていうことをしていけば、新しいもの関係性とかね恋が生まれていくよっていうのが出てました。うん。そういう出来事が起こってくるのかなと。で、ターンオンユアハートライトっていうカードは、心の明かりを灯すっていうカードになります。で、このカードのメッセージとして、Reflect on a time when you experience love っていうことで、愛を経験した時のことを思い出すっていうカードで、仮にお友達とか同僚という関係になったとしても、その時もお相手の方からのね、愛を経験していた時のことを思い出しながらですね、うん、またね愛し合う関係になれるんだと、そういったね心明るい状態にしながらお相手の方と向き合う、なかなか難しいことであると思うんですけれども、うん、それはねなんかこう未練を出すとかじゃなくてね、うん、こう自分の心を明るい状態に保ちながら、そのね一時的なこのお友達とか、同僚としての関係っていうのをうまくねやり過ごしていくことで、今まで生み出せなかったものを生み出していけるっていうのが出ていましたので、まあそういった展開になるようですが、じゃあいつ頃ねこの新しいものを生み出せるようになるのかっていうことで、最後そのタイミングっていうのを見ていきたいと思います。タイミングを伝えてくれるこのタイムオラクルズカードと、この数字が描かれたフォーチュンダイスっていうのを使いながらですね、それがいつ頃になりそうかっていうのを見ていきます。ではまずですねカードの方からちょっと引いていきます。ではですね、見ていきます。まずはカードが伝えてくれるタイミングです。うん、うん、なるほど。ちょっとねなんか相反するカードも出ているんですが、まず一つちょっと見ていくと、ジャニュアリーっていうのが出ました。これ1月っていうことですね。うん、まあ1月と言いますと、まあ年明けとかですね、になってきますし、まあそうですね、1月っていうのはまあ新年
まあ新年度というか、まあ新年が始まるわけですので、なんかこう心機一転とか気持ちがね、もう一回入れ直したりだとか、何かがやっぱこうね、一年が終わって新しい年ということで、まあリセットされるタイミングでもあるのかもしれないですが、まあ1月にも、これ1月しか動かないじゃなくてね、1月にも動くタイミングがあるということですね。うん。まあちょうど先ほどのバースっていうカードも1っていうのが出ていたら、もしかしたら1月には生み出されるってことかもしれないですが、まず1月ですね。まあ1月にもしかしたら、まあどちらかの方のね、お誕生日があったり、両者のお誕生日があったり、記念日があったりとかね、まあ何かこう新年、まあ地元に帰っている時にこう会えるようになったりとか、まあそんないろんなことがあると思うんですけれども、まず1月ということと、あとはね、later than you think っていうのが出ていて、あなたが思っているよりもちょっと遅いと。うん、いうカードも出てはいるんですが、これに相反するカードとしては in less than a month っていうカードで、1ヶ月以内っていうカードも出てるんですね。うん、まあ1ヶ月以内があなた様が思っているよりも遅いっていうタイミングだったら、まあそれに当てはまるんですが、まあ1ヶ月以内ならそんな遅くないんじゃないのって思う方もいると思うんですね。でも遅いっていうカードも出ているので、これは行動次第でやっぱりどっちかになるっていうのが変わってくるんだと思います。1月じゃなかったとしても、1ヶ月以内に新しいものを生み出せることだってできる。行動次第では。それは、やっぱり、この、お相手の方がもしこう提示してきたね、うん、友達とか同僚という関係を拒んじゃうと、ちょっとこうね、まあ、こじれてしまって、実際に新しいものを生み出すのが時間がかかっちゃう。でもそれをこうね、まあ、なんでしょうかね。はい、わかりました。みたいな感じで、なんかこうね、命令されたロボットみたいな感じで受け入れるというよりか、まあ、お相手の方の意図を汲んであげて、受け入れていけば、1ヶ月以内に新しいものを生み出せるようにもなっていくのかなと、いうのが出ているので、まあ、ここは本当に行動で変わってくるっていうのがまず出ていましたし、まあ、あとはですね、ちょっとこう、フォーチュンダイスですね。まあ、数字という側面からもですね、いつ頃になりそうかっていうのはちょっと見ていきたいと思います。では、ちょっとね、シャッフルしていきます。はい、ではですね、ちょっと振っていきます。ではちょっと並べていきますね。はい、では見えますかね。出た数字は19ですね。19、5、6、2、40というのが出ました。うん。まあそうですね。まず256っていうところで言います。あ、19もそうですね。まあ1ヶ月の中にありますから、まあ1ヶ月以内っていうのがね、あったと思うんですけれども、1ヶ月以内の何月2日とか何月5日とか何月6日とか何月19日とかですね。まあそういったことにもなると思いますし、256っていうところで言いますと、1年の月の中にもありまして、まあ先ほど1月っていうのがありましたけれども、1月だけじゃなくて2月、5月、6月っていうのももね、動くタイミングにはなってくるのかなと思います。まああとは数字の組み合わせですが、2月19、2月5日、2月6日とか6月19、6月4、5日とかね、まあ、まあそういうのもありますし、まあそれが何かこうね、誕生日を指しているのとするならば、その誕生日の方とまあ結ばれていくっていうのももちろんありますが、あとはまあ40というのも出ていまして、まあ40日、まあ40日だとちょっと1ヶ月はねこうオーバーしてきますけれども、うん、40日以内にですね、何かこう生み出せるようにもなっていくっていうのも、これあり得るのかなと思います。まあ、あとは40歳を迎えられた時とかもね、もちろんあるでしょうし、そうですね、あとは、まあ、すべての数字を足した場合に72ですね。うん、だから72日以内にね、お相手の方が先ほどのこう成功っていうのをまずつかまれて、友達とか同僚という関係から新しいね、ものを生み出す。まあ、例えばそれこそ恋人関係とか、になっていくっていうこともあり得たりするのかなと思いますし、まあ、72時間以内だったらいいですけどね。まあ、それだと3日になりますから、まあ、それだともいいんですけれども、まあ、あとはね、まあ、何かこの、まあ、数字の組み合わせでですね、あなた様がこう、ピンと思いつくものがあったらですね、それもこう、動いてくるタイミングになるかと思いますから、これもね、ちょっと参考にしていただけますと幸いです。はい。では最後選択肢のカードを見ていきます。C を選びいただいた方はこちらでした。 Answers っていうカードですね。答えっていうカードになります。うん。答えは自分の中に持っておくことが大事ということを伝えてくれています。うん。
大事な答えを誰かに出させようとするのではなく、あなた様の中でもその答えを持っておくっていうことが重要で、ね、何でもかんでもその答えとかをですね、人に出させてしまっては、それは、何て言うんでしょうかね、あなた様の人生ではなくなると思います。この人がこういう答えを出したから、私はそうするってなると、なんかこう自分の意思では動いていないことになるんですね。それこそ本当にこう、なんかこう、指示を出されたロボットみたいな感じでね。だからちゃんと自分の中でも答えを持って、自分はこうしていきたいんだ。こういうふうに人生を送っていきたいんだって。まあそういうね、ものをちゃんと持っておくことが大事。その答えが合ってるか合ってないかは別にそれ関係なくて、ちゃんと自分の答えとか自分の意見とかっていうのを持って生きていくっていうことが、すごく今のあなた様にとって大事なことだよっていうのを伝えてくれているので、これもね、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、最後 C ですね。お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでも役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方はですね、動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではリクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね。YouTube でなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信でもですね、リアルタイムでその場でいろんなテーマを占わせていただいているだけでなく、ライブ配信をしているのはこのオンラインサロンのみとなりますので、普段 YouTube で話さないことも話しながらざっくばらんに和気あいあいと盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツなどもお届けしているので、こちらも動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、興味のある方はですね、現在も無料でお試しいただける期間を設けているので、ぜひねチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。